はい、こんばんは、あいかです。今日ですね、毎月恒例の来月何買うというね、お買い物作戦会議やっていきたいと思います。今日ね、なんで私がこんな格好で背景こんな感じかというと、今年アニメ化50周年のルパンが2021年10月にパート6放送決定です。ありがとうございます。ということで、はい、それ系の動画をね、またサブの方で雑談しながらメイクする動画アップしますので、そちらも楽しみにしていてください。今回の動画はですね、6月発売のアイテムを見ながら、これ気になるなというものを紹介しつつ、最後に一つお知らせがあります。ですので、ぜひぜひ最後までチェックしていただけたら嬉しいです。今月買った美容雑誌はこちら、マキアと美的ですね。もうこの2紙ね、私定期購読にしました。今まではそろそろ予約始まったかなと思ったら Amazon 見て予約してたんですけど、たまに付録が豪華な時とかに、もう楽天ブックスもセブンネットとかももう全部予約終了して買えないっていうことがあったので、この企画毎月やるんだったら定期購読した方がいいかなと思って定期購読に切り替えました。コスメカレンダー見ていく前に、軽くそれぞれの付録紹介していきます。まず美的ですね。はい、エトボスの美容液と UV 下地、これはね、私も開封して使おうと思っているんですが、薬用ホワイトニングクリアセラムとミネラルインナートリートメントベースですね。このね、ベースが10回分だって。私これちょっと気になってたんですよね。美容液はよくエトボスのトライアルであるサイズですよね。この美容液は過去に現品使ったことあります。で、こっちがベースですね。あとすごく嬉しかったのが、このエクセルの新しいクレンジングオイル、これのサンプルサシェ2回分ついています。これ何気に気になってたんですよね。はい、そしてマキアですね。マキアの付録は、まあ夏の定番ですけど、トランシーノのスキンケアのセットです。これ毎年どれかしらの美容雑誌につきますよね。ちょっとトランシーノはね、結構攻めたケアだし、今はお肌の状態的に使えないかなと思うので、美的のエトボスだけ使おうと思っています。じゃあ早速コスメカレンダー行きましょう。マキアが186ページからですね。で、6月もなんですけど、5月の後半から掲載してくれていて、5月の後半お楽しみありますよね。ナーズです。ナーズはもうまるっと予約していて、届き次第こちらもね、レビュー予定です。それとね、もう一個個人的に気になったのが、5月28日にキリアンのグッドガールゴーンバッドのシャワージェルと同ボディーローションが出ます。でもそれぞれ12100円なので、まあお値段はね、キリアンプライスです。まあ、人気の香りなので、この香り好きな人はね、いいんじゃないかなと思います。でもね、私キリアンまだ香水持ってないからな、デビューするのがこれっていうのもどうかなとかちょっと迷ってる。まあ、どうせだったら香水欲しいなみたいな。でもあれかな、軽くこういうのから取り入れるのもありかな。ちょっと検討中。オンラインにもし出ても初回入荷分とかすごい競争率になりそうだしね。で、ここからが6月発売ですね。で、デパコスじゃないんですけど、一つ気になったのが、6月1日のコフレドール。これちょっと SNS で話題になってたと思うんですけど、アクアシャインミニシャドウとミニルージュっていうのが限定5色で出ます。よくね、コメントとかでももらうんですけど、コスメもっとちっちゃいサイズがあれば使い切れるのにとか、いろいろ試せるのにっていう。まあ、そのリクエストに完全に応えたようなアイテムですね。で、しかもこういう夏向きなキラキラのものって、夏は使いたくなるけど、他の季節だとちょっと手が伸びなかったりするから、こういうミニサイズいいと思います。まあ、ミニサイズではあるんですけど、まあ、コフレドールだからそこまでプチプラっていうわけじゃなくって、各1320円です。そして同じく1日にポーラのリンクルショットシーズンスペシャルキット L っていうのが出ます。これはリンクルショットのお値段で、プラスでミニサイズの化粧水と美容液、日焼け止めがついてくるキットです。リンクルショットはね、私この前リピートしちゃったから、これは買わないかな。まあ、ちょうどリピートするタイミングだったっていう方は、せっかくなのでこちらのね、キット購入された方がお得かなと思います。そして6月2日、はい、これ私在庫確保さえできたら買いますっていう風に決めてるのが、久々のクリスチャン・ルブタンの新作です。なんとですね、ついにパレットが出ます。ラパレットレフィル全6種、これが9680円ですね。で、ケースが2種類9680円なので、まあ約2万円弱くらいですね。パレットが6種類でケースが2種類ってことは、6種類全部とケース買おうとするとまあまあな金額になるってことか。だからレフィルを6つ買ってケース2種類に入れ替えるみたいにした方が現実的かな。そっか、ケース2種類しかないのか。ケースも6種類あればね、コンプしたいけど。全国発売は6月9日だって。だから2日発売なのは多分ルブタンの公式オンラインかなと思います。
でもね、このケースも可愛いの。あのスタッツがついてて、もうルブタンらしいデザイン。最近ね、ルブタンコスメ新作出ないのかなと思ってたから、非常に嬉しいですね。確か年に一つずつ新しいアイテムを出していくみたいなコンセプトだったと思うんですよね、当初は。まあ今まではリキッドのアイシャドウとか、まあ、そういうリップ以外のアイテムでも細長いものばかりだったので、ここに来てようやくパレットですね。非常に待ち遠しいです。それから6月4日にシャネルのね、新しい香り出ますね。これは取扱店限定のものかなと思うんですが、パリエディンバラオードトワレットとパリリビエラオードトワレットですね。そうですね、リビエラは過去にもありましたよね。これが定番の香りとして再登場だそうです。で、夏向けの香りで結構このシリーズスッキリしているものが多いので、もうバシャバシャまとうようなコンセプトなのかなと思います。 125ml で 18,700円です。このシリーズはシャネルの香りの中でも比較的使いやすい香りなので、店舗限られてるんですけど愛用してますっていう声もよく聞くんですよね。新しい香りの方はウッディアロマティックということなので、これはね、嗅いでみたいなと思っています。そして6月18日にクラランスの私が大好きな目元用美容液、これがねリニューアルします。これね、クラランスさんの製品発表会に参加させていただいて、すでに使わせていただいてるので、ちょっと持ってきますね。こちらですね、クラランスグランアイセラム V です。もう前のね、グランアイセラムとはもう完全に形状変わって、こういう細長い形になったのと、あと先端にアプリケーターがついています。ここ押すと出てくるんですけど、そのまま塗りながら目元を優しくね、押さえるような感じ、こんな感じで塗ることができます。で、ひんやりしててね、すっごく気持ちいいので、私はこの眉下とかグリグリするのが好きなので、今までこう指でガッてしてたんですが、これをこのアプリケーター使ってやったりしています。で、テクスチャーはね、前のグランアイセラムよりさらにトロッとした感じかな。色とかはね、同じですね。今半分ぐらいしかプッシュしてないんですけど、ワンプッシュで固めなので、その使用量も非常に分かりやすいですね。で、伸ばしやすいです。こんな感じ。このアイテムは私にとって欠かせないアイテムなので、まあこれ使い切ったら普通にリピートします。で、これがね 15ml で6930円なので、非常に買いやすいかなと思います。グランアイセラム気になってたっていう方はね、ぜひこのリニューアル品チェックしてみてほしいです。で、今月はやっぱり夏に向けてのスキンケアが結構多いなという印象だったんですが、中でも私が気になったのが6月21日発売のクレドポーポーテのスキンケアですね。クレドのスキンケア、シナフティフのシリーズはサンプルもらったりとかしたことあって、サンプル買いを現品買いようって思われそうですけど、そう、サンプルはちょっと使わせていただいたことがあるんですが、オーミセラでマキアントビサージュもうさ、このクレドの名前読めないんだったら買うなみたいなやつ。なぜクレンジングシリーズがリニューアルなのかな、これは。はい、6品出るそうです。クレンジングウォーターやスクラブ入り洗顔料だって。へえ、なんかスクラブ系最近避けてたけど、お肌これ落ち着いたら使いたいよね。普通のクレドのラインって言ったらいいのかな、まあ、グランドライン的なアイテムってあんまり使ったことないので、この洗顔クレンジングあたりでどれかおすすめあればぜひコメント欄で教えてください。6つも出るってちょっと知らなかったから、ちょっとおすすめしてもらったやつだけ買おうかな。はい、じゃあ次美的いきましょう。アイカチャンネル、まず6月3日エテュセのフェイスエディションプライマーフォーベリーオイルスキンという限定品が出ます。まあ、エテュセも最近パッケージとかが結構変わったので、パッと見分かんないかもしれないんですが、多分過去にもこう出てた T ゾーンとか小鼻のテカリを抑えてくれるリキッド状のアイテムですね。それの超オイリー肌さん向けのタイプが登場します。私自身がお肌の調子いい時で、まあギリ普通肌ぐらいの若干乾燥肌気味なので、オイリー肌さん向けのアイテムを紹介することがほぼなかったんですけど、今回ちょっとですね、エテュセの PR の方から先に商品をいただきました。ありがとうございます。なのでテクスチャーだけ一緒にチェックしていきたいと思います。これがね1320円です。まあ見た目は今までのと同じですね。こういうハケ状のリキッドのアイテム、ただパッケージは最近のエテュセらしいおしゃれなシンプルなデザインになってます。で、ちょっとここ塗ってみますね。で、まあよくアットコスメのランキングとかにも入ってたりするので、通常版も持ってるんですけど、まあ私はこれ使わないといけないほど皮脂テカリには悩まされてないので、真夏以外はそんなに使わないんですが、あ、でもこれはね、かなりサラッサラになる。いや、すごいわ。全然違うわ。めちゃくちゃサラサラ。ちょっと
手のひら見せたのでは分かんないかもしれないけど、角度を変えるとほんと塗ったとこだけがマットになってるので、触り心地が毛穴用の下地、ちょっとシリコンっぽい感触のものを擦り込んだ後みたいな、こう粉っぽい感じというか、ちょっとこうサラサラした不思議な感触あるじゃないですか。あんな感じになってます。でも塗り心地は完全にリキッドでサラッとしてるので、ポアレス系のこういう塗り込む下地を使うのが面倒な方とかボロボロになっちゃうっていう方はリキッドの方が使いやすいかなと思います。まあ、私がちょっとそんなに皮脂たくさん出る方じゃないので、通常版とこれの威力の違いっていうのがね紹介できなくて申し訳ないんですけど、まあでも塗ったとこがそんなにガビガビになったりとか、なんかめちゃくちゃ乾燥しそうってことはないかな。本当に皮脂だけをしっかり吸着してくれるっていう印象です。そして公式オンラインの方ではすでに先行発売始まってるかもしれないんですが、6月4日にディオールのアディクトリップグロリニューアルします。これがね全10色で店舗限定1色限定1色を含みます。お値段がね4290円。まあアディクトリップグロー好きで使ってるので、まあこれはちょっとすぐに全色揃えるっていうよりは、まあカウンター行った時とかに良さそうな色を買い足すみたいな感じにしようかなと思っています。まあ今って私は結構口紅ガンガン楽しんでますけど、マスクつけるしあんまり口紅使わなくなったっていう人も多いと思うので、まあアディクトリップグローだったらトリートメント効果もありますし程よく発色もしてくれるので、そういうマスクでリップやめてた人にもおすすめです。あとねプレゼントにすごくいい。オンラインとかだったら名前も入れてくれますし、まあお手頃ですし、あとシアーで発色はしてくれるんですけど、そこまでバキッと色が出ちゃうという感じでもないから、あんまりこう色の似合う似合わないがないアイテムだと思います。そして6月18日ですね、割と目玉かなと思うんですが、まず一つ目シャネルウルトラルタンクッション、はい、クッションファンデがね出ます。それとルコレクトゥールドゥシャネルというコンシーラーが登場します。これはねどちらもチェックしようかなと思っています。それと同日シュウウエムラもアイシャドウが2タイプ出ます。でアイフォイル、これね結構ツイッターで話題になってたんですけど、まあリキッドで言ったらマックのダズルシャドウリキッドみたいな感じかなと思うんですが、かなりキラキラしそうなアイテムが全8色で限定2色なので、まあ新しくアイシャドウのラインとして出るみたいですね。それとプレストアイシャドウの新6色うち限定2色が出ます。でリキッドアイシャドウはアジア人の目元にフィットするアプリケーターを採用しリニューアルという風に書いてるので、私はリキッドタイプ使ったことないけどリニューアル品みたいですね。はい、でもここに出てるねカラーがすでに可愛いの変更系で、似合わない、ちょっとブルベさん向きっぽく見えるけど無理してでも買って使いたいなって思うくらい可愛いカラーに見えるので、プレストアイシャドウも気になるけどアイフォイルの方が私は本命かなっていう気がします。まあ、リキッドだと結構密着しっかりしてくれるから夏場にねいいと思うんですよね。はい、ということでアイテム数としてはサマコレの立ち上がりの時に比べると少ないと思うんですけど、まあ、結構プチプラからデパコスまでスキンケアからコスメまで幅広く出てくれるかなと思います。皆さん気になるアイテムありますか？6月これ狙ってるっていうのがあればねコメント欄でシェアしていってください。そして冒頭に言っていたお知らせですね。ちょっとこれはまだねどういった形になるかはっきり決まってはいないんですけど、平日今まで毎日投稿、週5回ですね投稿プラス、時々サブチャン上げたりとかメンバーさん向けの限定動画っていうのを上げてきたんですけど、この平日のメインチャンネル週5回上げているものの投稿頻度を少し減らそうと思っています。まずは毎日投稿を楽しみにしてくださっている方本当に申し訳ありません。まあ、これにはいくつか理由があるんですけど、まず一つ一番大きいのは、動画をね毎日作っては出して作っては出してっていうルーティーンの中で、まあ、今のクオリティを保つことはできてもそれ以上もっともっとクオリティを上げていくっていうことがどうしてもこの毎日投稿だと難しくなってきたんですよね。まあ、もしかしたら気がついてくれてる方もいるかもしれないんですけど、まあ、スウォッチの見せ方をちょっと変えてみたりとか、まあ、テロップ多めに入れたりとかいろいろどういう工夫をするとより皆さんに分かりやすく楽しく動画を見てもらうことができるかなっていうのを考えながらいろいろ変えたりやめたり新しいの取り入れたりっていう風にやっているところではあるんですけど、まあそういった検証だったりとか、まあ、編集自体の凝り具合っていうのかな、時間のかけ具合っていうのを考えた時に毎日投稿だとどうしてもあもうこれくらいでそろそろ切り上げないと今日の動画間に合わないなっていうのがあったりするので、まあそういった点からもう少し自分で納得できるところまで動画を作り上げる、まあ、作れるんだけどそこにもうちょっと心の余裕を持ちたいなっていうところから投稿頻度を減らそうかなと思いました。まあなので一番大きい
いのはその動画のクオリティの面ですね。それからまあ楽しんでもらえるような企画をリサーチしたりだとか、自分の動画上げたものに対してどういうところをみんながチェックしてくれてるかとか、分析みたいなところもして、それを次に活かすことでよりいい動画ってできていくと思うんですけど、今はそういう分析をする時間っていうのが正直全くなくって、でもそこってやっぱり大事で、直接動画を作るっていうところじゃないけど、もっと前の準備段階っていうところに時間を使ってみたいなって思ったっていうのも理由の一つです。まあ、なんですけど急に全然動画上げなくなるっていうわけじゃなくって、まあ、目安としては、まあ、平日5日間5本出してたのが4本になるとか、それくらいで思っておいていただけたらなと思います。まあ、最低でも週に3本は出そうと思ってるし、まあ、これもいきなり週3本になっちゃったとかっていうんじゃなくって、最悪それくらいのペースになるかもしれないよっていう感じですね。まあ、なってからこうなっちゃいましたっていうよりは、そうなる可能性があるよっていうのを事前にお伝えしておいた方が、あれ今日上がってないみたいなね、心配をさせてしまうこともないかなと思いますので、まあ、そういったねお知らせを皆さんにまずはしておきたいなと思いました。まあ、その分上げる動画はね、もう皆さんに楽しんでもらえるものを作ろうと思っていますので、これからも変わらずアイカチャンネル並びにアイカをねよろしくお願いいたします。というわけで最後お知らせもさせていただいたんですが、今回は6月に何買うというねお買い物作戦会議動画でした。参考になったよという方はね、ぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。